どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、お得情報で、今回ね au、ウォレットポイントから au ワウマの、限定ポイントにね交換するとなんとね 50% 増量キャンペーンっていうのがね、3月1日から始まっております。こちらはね本日解説していきたいと思うんですけどもね、このキャンペーンねすごいですね。最大ね10万円分のポイントが15万円になるっていうねすごいキャンペーンなんですよね。ですので、皆さんねちょっと一度ねこの au ウォレットポイントをね、持ってる方、これから獲得予定の方はですね、ぜひねちょっと検討していただければなと思います。私のね動画のチャンネルでも解説させていただいた、毎週誰でも、10億円もらえるキャンペーンっていうのをね解説させていただきましたけども、そちらのねステージ1、2月10日からの、ステージ1のポイントはですね、3月10日にこちらね au ウォレットポイントっていうのはね、付与されるわけなんですよね、3月10日に。ですのでこのキャンペーンね乗れるわけなんですよね。まあ、おそらくですけども、まあ、今回ねこの au のキャンペーンがもともと多分それを見据えてのねポイントキャンペーンだったんじゃないのかなって、まあ、個人的には思うわけなんですよね。まあ、この au ウォレットのポイントをいかにねこの au で消費してもらうかっていうので、まあ、このキャンペーンが始まったっていうのはね、まあ、個人的見解なんですよね。マイレージに考えるとですね、この au ウォレットポイントっていうのは今年ポンタポイントっていうのにね統合されるのが一応発表されてるんですよね。ですけども、まあこれどんな感じでまあ統合されるかっていうのはまあ今現在まだ分かんないですよね。だからまあ普通にポンタに統合されてポンタポイントみたいな感じになればね、JAL マイルにも交換できるようになりますんで、まあそれでね、今回の au のね、キャンペーン乗られた方もねいらっしゃると思うんですけども、まあこれね、まあ、JAL マイルにするのはもちろんおすすめなんですけども、まあ、できればですね、うん、でも今回の増量キャンペーンもですね 50% 増量キャンペーンなんで、これ結構すごいですよね。毎週10億円もらえるキャンペーンでねポイント獲得した人はですねちょっとね検討していただきたいなって思う次第なんですよね。 au ワウマっていうのはこれは何かっていうと、au が運営している、まあ、ショッピングサイトなんですよね。まあ、簡単に言うと、まあ、ヤフーショッピングとかね、楽天市場とかね、まあ、そんな感じのイメージをね、していただければ分かりやすいと思うんですけども、で、こちらね、5月に、今、au ワウマっていう名前なんですけども、これね、au ペイマーケットっていう名前ね、今年の5月に変わるんですよね。au ペイマーケットの方が、まあ、分かりやすいですよね。まあ、au が運営している、まあ、ショッピングサイトっていう感じなんですよね。で今回のこの 50% 増量キャンペーンは先ほど言った通りね3月1日から3月31日までやってるキャンペーンで、こちらね一応公式サイトにも書いてあるんですけども、早期終了のね可能性もありますっていうことですんで、毎週10億円もらえるキャンペーンもですねめっちゃ変わってますんでねだからこれも、もしかしたら、変わってしまう、早く終わったりねしちゃうかもしれないですね。ちょっと公式サイトはですね、概要欄に貼っておきますんで、まあそちらね見ていただけたらなと思います。でこちら、au ウォレットのポイントを au ワウマ限定ポイントに交換すると、50% 増量ということで、まあ、こちらね限定ポイントで、しかも、増量したポイントはですね交換から14日でね失効してしまいますんで、そこねとても注意してくださいね。ですので個人的にはですね利用先をね決めてから、まあ、交換っていうのがね一番おすすめですね。まあ、14日間しかないので、まあ、その間にね、まあ、探して決めてっていうのはね結構バタバタしちゃいますんで、まあ、au ワウマのねショッピングサイト見てもらって、まあ、これがいいかなみたいなのね決めてから、まあ、利用するっていう方がね、まあ、楽なんじゃないかなと思います。でこちら、期間中のポイント交換上限がありまして、最大10万円分のポイントを交換すると、15万円分のポイントになるっていうことなんで、いやすごいですよね。でこの au ワウマなんですけども、 au のスマートフォンを使っている方でスマートパスの会員の方はですねほとんどの商品が送料無料になるっていう感じなんですよね。
ですけども、誰でもね、結構ね商品調べたんですけども、送料無料のね商品多いです。ですけども、まあ、中にはね送料かかる商品もあるんですけども、まあ、そちらはね、au スマートパスを持っている方は、まあ、送料無料になるっていう感じですね。残念ながらね、このスマートパスっていうのは、au を使っている方使ってない方ね、限らず、まあ、利用はできるんですけども、残念ながらね、これ au のスマートフォンを持っている人じゃないと、この送料無料っていうのはね特典として受けられないんですよね。でこちらね、ポイント交換上限なんですけども、ね、10万ポイントまで交換 OK ということで、まあ、10万ポイントね交換すると、まあ、15万円分のね、ポイントに、なるっていう感じですね。それではですね、次に、おすすめの利用先なんですけども、やはりね、こちらまあ通販なんで、やはり消耗日用品がねやっぱりおすすめなんですよね。まあ、お酒とかお米とかね、ふるさと納税、あとね西松屋なんかもあって、個人的にはですね、この西松屋と、ふるさと納税っていうのはねすごいおすすめなんですよね。まずこの西松屋なんですけども、やはりね、まあ、子供服の子供服で、まあ、子供用品のお店なんで、まあ、お子様がねいらっしゃる方はですね、こちら西松屋の公式サイトがね、この au ワウマっていうところで、ね、購入できますんでいいですよね。うん、おむつとかね、まあミルクとかね、そういう本当に消耗品だったら相当期間を見てね購入することができますんで、かなりねこれおすすめなんですよね。このふるさと納税なんですけども、まあ、ふるさと納税の納税できる額っていうのはね、まあ、人それぞれまあ年収によってまあ違うんですけども、ご自身がねふるさと納税できる金額をありますよね、まあ、それを計算していただいて、それをねポイントを交換して、au ワウマのポイントでまあ支払ってしまえば納税できちゃうわけなんですよね。でもちろんね、これ納税ふるさと納税なんで、まあ、その分のね返礼品ももらえますし、これすごいキャンペーンですよね。うん、このふるさと納税ができるっていうのはねかなりすごいですよね。まあそのため日用品とか西松屋で購入するっていうのもねもちろんいいんですけども、まだね今年ふるさと納税してませんよっていう方はね、まあ、これもねすごいおすすめな使い方っていう感じなんですよね。で最後になんですけども、この今現時点で au ウォレットポイント全然持ってませんよっていう方ね、まあもちろんいらっしゃると思うんですよね。au ペイのキャンペーンとかも参戦せずに、この au のね id 等々もまだ全然持ってませんよっていう方はね、これどうするかっていうと、もしねポイントサイトのポイント、まあポイント運用をねされてる方、まあポイ活ってやつですね、まあされてる方はですね、ポイントサイトからドットマネーを経由してこの au ウォレットポイントっていうのは交換できるんですよね。ですので今現時点でポイント持ってませんよっていう方はですね、交換していただいて、まあ利用するみたいなこともねもちろんできちゃうわけなんですよね。ですんで、まあ、日用品とか消耗品とかね、これからちょっと購入したいなっていう感じであれば、ポイントがね 50% 増量されるわけなんで、ぜひね積極的に狙っていただきたいなと思うわけなんですよね。ポイントサイトだと、ドット周りにね交換できるポイントサイトだったら、まあ、基本的にどのポイントサイトでもねこのルートは通ってますんで、まあ、ぜひね積極的に狙っていただきたいなと思うんですよね。いかがだったでしょうか。今回はですね au ウォレットポイントから au ワウマ限定ポイント 50% 増量キャンペーンをね、紹介させていただきましたけども、いやこれねすごいキャンペーンですよね。まあ、私もですね日用品の消耗品はですね普通に今スーパーとかにね買いに行くことすごい多いんですけども、やっぱりお米とかねちょっと重たいものって結構大変じゃないですか。まあ、できれば通販利用したいですよね。ちょっと私も今回のこのキャンペーンでポイントね移行して、これ au ワウマのね限定ポイントに交換して、ちょっとね狙っていきたいなと思う感じなんですよね。いやこれ 50% で増量で利用できるってかなりお得じゃないですか。最後に注意点なんですけども、途中で言ったんですけども、これね途中で終わるキャンペーンかもしれないんで、殺到したらね、もしかしたら一応3月31日っていうね
話にはなっておりますけども、もしかしたら早期終了しちゃうかもしれないんで、いやこれ絶対逃したくないっていう方はですね、ちょっとできるだけ早くポイントサイトからのポイントをね交換して、まあ、利用していただければなと思います。まあ私もですねこの動画をアップしたらですねポイント交換してね、ドットマネーに交換するまでだいたい3日間かかるそうなんで、まあ今週中にはね au アーマーちょっとポイントで、交換してね利用していきたいなと思っています。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。